4月の新規カード初月期の状態。1コス武力に知力7飛型、第1弾カードみたいな性能は、初期の編集機内でやる編。三国志大戦の誤算をそのまま持ってきた1枚。1コストで、裏の手を仕込めるのはそれだけで優秀。三国志大戦の頃と違って、制圧1の稼がないから、使用感は向上しとるかな。ダメージは、知力2までが確定、知力3に対して 95%。脳知力に、5割ほどの一般的な性能やけど。冷血対戦には、流派で知力プラス2ができるから、その場合の火力は思ったより高め。この腕で、バラバラに散れ！ゼオー！ゆて！この腕で、この腕で、ふぅはぁ！助けてくれ！逃げろ逃げろ！これは天の災いなんかじゃない。式が不十分だったか。私が支えます。道案内は必要かな。復活流派発動。一の方操るは大きなテーマ。ごめんなさい。まだ死ねな。おめやん！おめやん！ゼオー！どうぞ。ゆて！困ったね。流派発動。二の方。うん、逃げて。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 私が支えます。どうする。流派に応じて形を変える。これが兵法の極みだ。道案内は必要かな。せよ。おみゃん。に応じて形を変える。これが兵法の極みだ。戦機開放。流派発動。身の方バレたか。おみゃん！逃げろ逃げろ！ゆて！両方止めようとして両方通すガバガバ防衛。ここ私は元気です。バラバラに散れ！これは天の災いなんかじゃない。解放。
波発動。一の肩残らず消そうか。流派に応じて形を変える、これが兵法の極みだ。さあ勝利を呼び寄せようか。バラバラに散れ。この腕で。ソンブの効果が乗った部隊に撃破されると白ダメージを献上するから、諸葛金はここで少し待機。逃げろ逃げろ。この腕で。この腕で。これは天の災いなんかじゃない。この腕で。この腕で。歯の力でここを収めよう。この腕で。まだ死ねな。困ったね。ここからは馬を降りて戦ってください。好機を逃さず力による勝利を取ります。流派発動。三の型流派発動。立て続けの飛型劇にガバガバ。防衛ドミスは多かったけどワンチャンありそう。こういう機会が生まれやすいのもダメージ軽略を仕込む強み。ごめんなさい。ご視聴ありがとうございました。